わからないことは AI に聞こう。どうもヒカルです。皆さん AI 駆使してますか？今や AI の発展は目まぐるしいですから、毎日毎日進化を遂げてますよ。そんなね、 AI すごいぞ時代の今、ある AI を使ったサービスがめちゃくちゃ話題になってるの知ってますか？そう、それがこれ、チャット GPT でございます。質問すると何でも的確に答えてくれるっていうすごいチャット AI でね、いろんな人が使ってますよ。この会社がこれから盛り上がるために必要な計画を教えてくださいとか、企画書を考えてくださいとか、このお題でレポートを書いてください、そういう質問を AI にしたらもうバーってすぐに答えてくれるんですよ。革命だよねこれ。で、今日はこのチャット GPT を使って、未だ何も明かされていない、何の情報も分かっていないトイストーリー5の展開予想をしてもらおうと思います。これ画期的でしょう。僕もね、トイストーリー考察系 YouTuber ですけど、トイストーリー4までの段階でトイストーリー5の展開考察とかするのもすげえ難しいわけですよ。じゃあもう何でも知ってる、何でも答えてくれる AI にトイストーリー5の展開予想してもらったら、これはもう答えが出ちゃうんじゃないと思いましたので、今日は AI にトイストーリー5の展開予想を手伝ってもらおうと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では行きましょう。はい、ということでまず用意してもらうのはこのサイトですね、チャット GPT でございます。これはブラウザから開けて、Google アカウントとかでログインすれば誰でも無料に使えるサイトでございます。はい、ということでもう早速ね、このチャット GPT にトイストーリー5の展開予想してもらおうと思います。ではまず単純にトイストーリー5の展開を教えてくださいって入れてみます。出ました、トイストーリー5の展開を教えてください。残念ながらトイストーリー5は公式にアナウンスされておらず、現在制作中であるかどうかもわかりません。したがってトイストーリー5の展開については何も言えません。トイストーリーシリーズのファンである場合はシリーズの他の映画やテレビ番組を楽しむことができます。AI 夢な。言うたらね、本当に公式にアナウンスはされてないですよ。ディズニーのね、当事者の報告会で今後やりますよーって言われているだけで、公式からちゃんとしたアナウンスはまだないですから、まあ言ってることは正しいんだけどさ、そういうことじゃねえじゃん。ちょっと変えてみましょうか。トイストーリー5のストーリーを教えてくださいって質問してみました。また同じようなの出ちゃいました。トイストーリー5は現在制作されておらず、ストーリーも確定していません。したがってトイストーリー5のストーリーについては何も言えません。トイストーリーシリーズのファンである場合は、シリーズの他の映画やテレビ番組を楽しむことができます。わかったぞ。これ教えてくださいで質問しちゃってるから、トイストーリー5の現在出てる情報までしか教えてくれてないんだ。だからトイストーリー5はまだ制作されてなくて、今後やるかもわからないし、ストーリーもわかりませんっていう事実を教えてくれてるんだ。あーなるほど、 AI 頭いいじゃないですか。頭いい、 AI 頭良くないか。じゃあ次はトイストーリー5のストーリーを考えてくださいで質問してみますわ。どんなのが返ってきますかね。来ました。私は AI 言語モデルであり、創造的な能力を持っていますが、トイストーリー5の制作が発表されていないため、そのストーリーについては何も正確な情報を持ち合わせていません。まあそうだよな。しかし一つのアイデアとして、トイストーリー5がアンディが大人になってからの物語であり、彼が自分の子供たちにトイたちを渡す場面から始まるということが考えられます。なるほどね。アンディがトイストーリー3ぶりに出てきて大人になっていて子供もいると、で自分の子供におもちゃをあげるシーンから始まると。なるほど。そこから新しいおもちゃやキャラクターが導入され、トイたちは新しい冒険を体験することになれるかもしれません。あーなるほどね。アンディが再登場して自分の子供におもちゃを渡すところから始まるって予想してくれてますね。で AI 君もう一個考えてくれてます。トイストーリー5のストーリーが始まるのは、今度はウーディではなくバズライトイヤーが中心になっているという設定になるかもしれません。まあそれはそうだね。トイストーリー4のラストでウッディは旅立ってしまったわけだから、バズが中心になるのはそれは納得できますね。バズライトイヤーは宇宙に旅行する新しいおもちゃの友達と出会い、新しい冒険に巻き込まれるかもしれません。宇宙に旅行する新しいおもちゃの友達。なるほど。もうその何、宇宙に実際に行ったことがあるおもちゃと仲良くなるんだ。ウッディやその他の古いおもちゃたちが彼を探しに宇宙に旅立つことになり、最終的には彼らが宇宙船の中で新しい友情を育むことになるかもしれません。おもれ。うマジ、バズが宇宙に旅立つおもちゃと一緒に宇宙船に乗って宇宙に行って、でウッディとその仲間たち、例えばボーとかハムとかスリンキーとかミスターポテトヘッドとかがバズを探しに宇宙に行って、で最終的に全員宇宙船の中で新しい友情を育むんだ。おもしれー。これおもろいっすね。 AI じゃないと考えつかないっすよね、こんなんね。あー面白い。
じゃあ今度はもっと細かく聞いてみるために、僕がトイストーリー5の展開をこれから考える人っていう体で質問してみます。トイストーリー5のストーリーが思いつかないので何かアイディアをください。はい、来ました。なかなかおもろそうよこれも。1つ目、古いおもちゃたちの冒険。新しいおもちゃが登場するわけではなく、今度はウッディやバズライトイヤーを含む古いおもちゃたちが主役になるストーリー。彼らはおもちゃ箱から引き出され、再び愛されるために戦うことになります。戦っちゃうの？新しいおもちゃと対立するわけではなく、彼らと協力して愛されるおもちゃたちになるために冒険するかもしれません。なるほどね。トイストーリー4の序盤でね、もうウッディはボニーに構ってもらえないおもちゃになって、それがまあきっかけにウッディのコンプレックスになって、ああいう展開になっていきましたけど、もうウッディもバズ、他のメンバーも愛されることがなくなっちゃったんだ。だから再び愛されるために戦うんすね。ということはトイストーリー3みたいに新しい持ち主を探す物語になるかもしれないね。ジェシーの物語、トイストーリー2で初登場したキャラクタージェシーが中心のストーリー。彼女が新しい主人公として扱われ、自分自身を再発見する物語が描かれるかもしれません。彼女が新しいおもちゃの友達を作ったり、古い友達と再会したり、彼女自身の人生の新しい方向性を見つけるための旅に出るかもしれません。なるほどね。僕前回投稿したトイストーリー5最速予想してみたっていう動画で、ジェシーが主人公になるんじゃないかって予想したんですけど、もう AI と同じ脳みそってこと？なるほどね。ジェシーが新しい友達を作ったり、古い友達だからまあウッディかもしれないし、プロスペクターかもしれないよね。で、そしてその友達と出会うことで新しい人生の方向性を見つけると。じゃあまあトイストーリー4のウッディみたいに、おもちゃとしての新しい道を見つけるってことかもしれないですね。いや、チャット GPT おもろいっすね。トッピなアイディアもあるけどさ、ちゃんとストーリー組み立ててちゃんと映画化したら結構面白そうじゃない？今まで出てきたのも。いや、すごいねこれ、おもろいわ。じゃあ最後に、さっきはトイストーリー5のストーリーが思いつかないので何かアイディアをくださいって質問しましたけど、それに付け加えて新たに登場するキャラクターの名前や設定も考えてくださいっていうのも付けて質問してみます。お、出ました。しかもさっきと全然内容違うっぽいよ。3つストーリーのアイディアくれてます。1つ目、おもちゃの旅の家。この物語ではおもちゃの一つが所有者から分離され、家に帰る道を見つけるために危険な旅に乗り出します。その過程で彼らはロージーという名前の勇敢なラグドールや、バーナビーという名前の賢明な古いテディベアなど、様々な新しいキャラクターに遭遇します。ほう、おもちゃの一つが所有者から分離されって言ってるから、ウッディとかバズたちじゃない可能性もあるよね。完全に新しいキャラクター、おもちゃが所有者から離れちゃってお家に向かうための旅だと。で、その中でロージーという名前の勇敢なラグドール、だから猫のぬいぐるみとかなんかな、バーナビーという名前の賢明な古いテディベア、まあ、ちょっとロッツォっぽいけど、なるほどね、それは面白いかもしれない。2つ目、偉大なおもちゃの強盗。偉大なおもちゃの強盗？新しいおもちゃのグループが地元のおもちゃ屋に到着すると、最初は十分に友好的に見えます。ほう。しかしウッディとギャングが実際に店のすべてのおもちゃを盗むために強盗を計画していることを発見したとき、ちょっと待って、ウッディとギャングが店のすべてのおもちゃを盗むために強盗を計画している？え？ウッディ闇落ちしちゃうってこと？え、何それ。強盗を計画していることを発見したとき、彼らを止めるためにありそうもない同盟国のグループとチームを組まなければなりません。彼らっていうのが誰なんだろうね。さっき出てきた所有者から離れちゃったおもちゃの一つと、ロージーとかバーナビーなのかな。新しいキャラクターには滑らかでスタイリッシュな猫の強盗スクラッチ、そして不器用だが愛らしい警備員ファズ巡査が含まれます。猫の強盗スクラッチとファズ巡査と手を組んでウッディとギャングを止める話になるんだ。何それ。でもウッディが闇落ちするってなかなかないアイディアじゃない？これすごいかも。で、3つ目、おもちゃの学校。ボニーの家族が新しい都市に引っ越すとき、おもちゃは取り残され、所有者のいない世界で自分自身で生活しなければなりません。新しい家を見つけるのに必死で、ウッディとギャングはおもちゃの学校に入学することを決め、そこで完璧なおもちゃであることのインとアウトを学びます。その過程で彼らはシンフォニーという名前の恥ずかしがり屋だが才能のあるバイオリニストや、ジップという名前の多動ロボットなど新しいおもちゃのグループと友達になります。はあ、なるほど。まあ、この3つ目のアイディアに関してはまだウッディがボニーのおもちゃだっていう体で進んでるね。で、ウッディとギャングは一面なんだ。ウッディにとってウッディとギャングはおもちゃの学校に入学することを決め、おもちゃの学校
校？何学ぶんだろう。子供との適切な遊び方とか距離感とかかな。確かにおもちゃたちはどこでおもちゃのルールを身につけたんだろうね。子供に話しかけてはいけない、見られてはいけないとか、そういうのってどこで学んだんだろうね。で、そこで完璧なおもちゃであることのインとアウトを学びます。インとアウト、考えられるのは内側心と、あとは外でどうやって行動していくかとか、そういうことなんかな。その過程で彼らはシンフォニーという名前の恥ずかしがり屋だが才能のあるバイオリニストや、ジップという名前の多動ロボットっていうおもちゃと友達になると。なるほど、音楽が好きなおもちゃというか楽器を使うおもちゃってなかなかいなかったよね。まあトイストーリー3のお猿さんはね、シンバルあれ威嚇に使ってたし、強いて言うならトイストーリー2のエンディングでウィージーが歌ってたぐらいだよね。で、最後にこの3つの物語に登場する新しいキャラクターのことも書いてくれてます。ロージーザラグドール、主人公のキロを助ける勇敢で断固としたラグドール、テディベアのバーナビー、彼らの探求のおもちゃに指導と知恵を提供する賢明な古いテディベア。古いテディベアは結構危ないかもしれないね。このトイストーリー世界においては古いキャラクター、古い価値観を持ったキャラクターっていうのは結構ボスになりがちだから、プロスペクターとかロッドね。バーナビー危ないキャラなんじゃない。猫泥棒を引っかく猫泥棒を引っかく、店内の全てのおもちゃを盗もうとするスムーズに話すスタイリッシュな猫泥棒。さっきのスタイリッシュな猫の強盗、スクラッチだ。引っかくでスクラッチってことね。スクラッチは何のためにおもちゃを盗むんだろう。ファズジュンさ、スクラッチと彼のギャングがおもちゃを盗むのを止めようとする不器用だが愛らしい警備員、シンフォニー・ザ・バイオリニスト、トイスクールの主人公と友達になる恥ずかしがり屋だが才能のあるおもちゃのバイオリニスト。トイスクールの主人公だって、トイスクールっていうタイトルありえるね。最後ですね、ジップ・ザ・ロボット、おもちゃの学校でいつもトラブルに巻き込まれている多動で好奇心旺盛なロボット。うわー、これ見て、こいつ見てーな。ジップ・ザ・ロボットどんなんか見てみたいね。なるほどね。ということでね、トイストーリー5の展開をチャット GPT に予想してもらったところ、バズをはじめとしたおもちゃたちが全員宇宙に行く、ジェシーの物語、ロージーっていうラグドールとバーナビーっていうテディベアと一緒にお家に帰る旅に出るおもちゃの物語、ウッディが闇落ちしてギャングっていうやつとおもちゃを盗む物語、ウッディたちがおもちゃの学校に行ってバイオリニストのおもちゃだったりロボットと仲良くなるっていうストーリーという、なかなかおもろそうなアイディア5つ考えてもらいました。いや、チャット GPT おもろくない？もしかしたらね、この5つの中でどれか当てはまってるかもしれないですからね。いや、ますますトイストーリー5どんな物語になるのか楽しみになってきました。トイストーリー5については情報が出るたび動画にしていこうと思います。いかがでしたか？面白いサービスだと思ってたけど、ここまでおもろいこと考えてくれるとはね、チャット GPT。 ちょっとね、これから何か考察するときには欠かせないアイテムになるかもね、チャット GPT。 人間の脳みそじゃね、考えつかないようなことも瞬時にアイディア出してくれたから、皆さんも興味あったらチャット GPT 使ってみてください。そしてトイストーリーシリーズはね、ディズニープラスで配信中ですので、これを機に見返してみたらいいんじゃないですか。ということで、これからも新旧問わずいろいろな作品のレビュー投稿していきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter や Instagram、 フィルマークスもやっておりますので、概要欄の方からフォローよろしくお願いします。関連動画もご覧ください。皆さんは今日チャット GPT が出してくれたアイデアの中でどれが一番お気に入りでしたか？コメントしてくれると嬉しいです。バイチョーン。